一応連続演出成功からのボーナス食事もありますというのがありますが、ここにはおそらく設定差が結構あるんじゃないかなっていうことが思います。そうですね、連続演出成功からのボーナス食事、ここに行くのがだいたい追加の 10% の本来なのに、今私何も聞いてないのに宇宙ステージまで行きました。いわゆる一つの謎宇宙と呼ばれているんですが、今初めて行きました。はい、シェイクスリー真打ちということで、今回は決着編でございます。決着させていきたいと思いますんでね、お願いします。設定変更した後は基本スラムステージ、電源オンオフでもスラムステージらしいんで、最初スラムステージスタートっていう風に覚えておいてください。で、まあポイントになるのは、さあポイントが出ましたね。これはいわゆる一つのチャンスベルになってございますけれども、本来チャンスベルっていうのは MB の後出るもんなんですよね。通常 MB であれば1/5、強 MB、チェリー MB であればそれぞれ 75% と。なのに MB 引いてないのにいきなりこれチャンスベル出てるけどどないしたんやっていう、これありますんでね、設定的な部分でね。はい、でチャンスベルを引いたら 30% でシェイク方角と。で、今打ってる台なんですけれども、通常の設定6ですね、通常の設定6を打たせていただいてます。なのでいきなり MB なしのチャンスベルも飛び込んでくるということですね。ふぅ、ちょっともうこれさ、俺やっぱショールームとかで踊れないよね。ホールとかだと全然踊れんのに、ショールームとかだと踊れないよね、いや他に共演の人とかいたら踊れるんだけど、俺一人だとなかなか難しいよね、おー、カリスがダメならスケルトンで、スケルトンもダメならそうなるよね。なにこれ。はい、でシェイク広角でしょうね。はい、でこのランプがついた時点で期待度 30%、 ここ設定差なかったですよね。はい、 MB 引きました。はい、モードアップ黄色。はい、 MBはい、これが MB のあと5分の1で来るチャンスベルで、シェイク降格中のチャンスベルですけれども、仮にこのシェイク降格がダメだった場合はその演出内容を成功に書き換えてくれると。多分ですけど 10% ぐらいでしょうね、多分。だまあ基本引き損はないですけども、できれば前兆以外で引きたいとこではありますね。はい、で爆発すれば、あ、抜けんだ、そこ抜けんだ。チェリーリプレイですね。チェリーは出現率が110分の1から90分の1っていう話でした。で高設定ほど出現率が高くなって、チェリーの役割は通常ステージであれば約3分の2で連続演出に行くと。はい、連続演出行きましたね。で連続演出はボーイ、FK、ナディアそれぞれあって、それぞれの失敗回数の天井に達成すれば成功と。ああ、俺今イコライザーを押しませんでしたけれども、
演出失敗した場合は必ずイコライザーを押してください。で、すでに導入されているシェイク3ですけれども、演出の失敗天井最大5回なんですが、高設定になるほど実は演出失敗天井が2回とか3回とか少ない傾向になると。でイコライザーをした時の色が赤だった場合っていうのは、これ最大5回以下の以下じゃない未満の天井回数を選択した時に赤が出る。つまり高設定ほど連続演出の失敗天井が少ない5回未満になる傾向になる。で未満の時は赤のイコライザーが出る。つまり高設定ほど演出失敗した時のイコライザーの色が赤が出やすくなるっていうことになりますから。なので今僕飛ばしましたけど、必ず演出失敗した後はプッシュボタンで赤が出るか出ないかというところに注目してください。これ設定カンパつながると思いますんで。はい、スイカは約110分の1、うち 10% ぐらいでスペースモードに移行します。スペースステージか。お、これはなんだ、法則崩れ。はい、スイカの 10% で、ここも設定差ないですからね。スイカ引きゃ設定問わず宇宙に行きます。で宇宙に行った時はチェリーなしでも連続演出に発展します。はい、連続演出。で連続演出発展した時はだいたい10回に1回ぐらい成功が期待できると。で失敗した時はプッシュボタンで青か。今まだ1回目とか2回目でしょうね。お、まだ落ちなかったね。チャンスだねこれ。はい、スイカ。さあ、宇宙でスイカ引いた場合は約 20%、 5回に1回連続演出に発展します。かつスイカで連続演出発展した場合は、普通は連続演出10回に1回のところ、3回に1回ぐらい勝っちゃう強い方の連続演出しかいかないみたいですね。ただもうちょっと煽りがないんでダメなんですけど。惜しかったなぁ今なぁ。合う。はい、これがチェリーリプレイ、チェリーですね。強いね。もう行くだろう。連続演出発展するときちょっとチェリー成立陣強めかもね。はい、ボーイは2回目だね。あれ、これちょっと強いべ。お、よかった。で、チェリー引いて3分の2の連続演出を引っ張ってきて、引っ張ってきた時の10回に1回の演出成功を選んだ上での VJ と。で VJ は 40% 期待度ですんでね、やっぱレア役引きたいですよね。うまい MB。 あ、いいよ、ナイス MB。
で、ボーナスをゲットした後はシングルダブル1対1でございますんで、ここでダブル引けるやつはおそらくシェイクで負けませんね。多分負けてるやつはもうすでに俺は負けてんだけどっていうのはおそらくシングルばっかなんじゃないか。うまい MB。 これで 86% ループだね。パーティー、さあテンション上げてくよ。あ、今回説明したいのそれじゃなかったよ。シングルで 50% の説明したかったんだよ。シングルでまあ 50% じゃないですか、ピークタイム。でもその 50% を一発刺してリセット、2発刺してリセット、もうその時点で 86% ではあるみたいですね。はい、なのでシングルでも諦めんなっていう話を今回はしたかったんですよ。あ、これ来たろ。あ、もう 86% のダブルでチェリースイカなんか引いた日にはそりゃピーキりますよね。だいぶ今専門用語言いまくりましたけど、まくってないですね、ピー切りましただけですね。あれ、ちょっと何、どうした。あれ、ピークってないの、ピークってない感じ。あー、来た来た来た。まあここは当たるよね。リップでも 50%、 ベルだったら 94%、 レーク確定。はい、でピークタイム青はリップで5ボルテージ。はい、 MB。 でピーク、ピー切ればゲーム数リセットと。黄色ね。あ、危ないね。これ 20%。 黄色アイユレディのリプレイは 20%。 うまっ。からの青、からの MB。 あーもうね、ここのダンダンツダン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 。頭おかしい人いるぞここに。あ、早い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 。ここ設定じゃないよね。ないない、ここは俺のね、110ボルテージが1ゲーム連条件だって。ゴールが110だったってことだよね。はい、やりました。110でだいたいまあ500がデフォルトなんでございますけれども、3分の1ぐらいで500以外が選ばれることはあるみたいですね。だからもうで今なんかね、金が出てたみたいなんですけど、金が出てた場合は今リプレイ出る。出たね。そう、これが出た場合っていうのはどうやらエクストラらしいでございます。もうどうやっても、もうこれ3000枚とか出ちゃうでしょ。ねえ、
ちょっとこれのダンスを俺もマスターしないとあかんよね。こういう感じだけど、これやったら多分ね、今ほら日本はラップブームですごいじゃない、すごいじゃん。日本のトップラッパーのやつとかもう即興で韻を踏みまくるでしょ。頭いいよねあれね。知ってる？見たことある？見たことある？やばいよねあれね。もうチケチケだけじゃないからね、もうピケピケのパキパキだからね。やべえなこれな、全然エクストラっぽくねえよな。あーあーあああ、 VJ 込み、 VJ 込みなの、エクストラライブって VJ 込みなの。え、内部ストックしたってこと？あ、内部ストックしたってこと。へえ、しかも赤なんで、赤はもう最低1個はストックしてますんだね。やばいねこれ、やばいね。っていうかこんなことねえよっていう感じで見られてるよ多分今俺、うん、ここはもうベルね、ここはベル。MB 一番熱いね。これは濃くするよね。まあ体感ベルの 50% ぐらいかな、うん、はい、チェリーやばいですね。で、なんでも VJ ってストックを3個以上すると次回セットループしやすくなるっていう話なんですけど、本当ですか？で、ボルテージマックスで1ゲーム連する分に関しては全てダブルゾロになりますから、もう未来永劫 86% ループという感じになります。サンキュー。でもとにかくゲーム性をもう完全把握するまではボーイ一択でございます。でまあピークタイムのその仕組みですよね。例えばレア役の何パーでピークタイムに当選して、でピークタイムまでの全長が何ゲームあると、でピークタイムは5、10、15の刻みでっていうのを全て把握できた時にナディアのボーナスを消化するようになると、要はゲーム数のカウントが面白くなるんですよね。今あ煽りが始まったから、例えばチェリー引きました、1、2、3、4、5で、ああここでジャッジ Are you ready? ってことは次で6で、7ゲーム目からピークタイムに入って8、9、10、11、12ってことで、ここでボルテージのポイントがだいたいこれぐらいだから、あ、ここで要はジャケットのチェンジのあの例のルーレット的なやつに発展したってことは、このルーレットはここまで行くぞっていう予想を立てながら楽しむのがこれナディアのボーナスなんですよ。で FK になると、やれ夜間が起こってきた、子供がいなくなったっていう、あともう心臓がドクドク言い出したっていう、少しなんでしょうね、嫉
ってれば今大体これぐらいだとか、予想が立てられる、ちょっとマグロ伝説的な楽しみなんですよね。なのでさらにあの内部仕様を把握できたら最終最後 FK を選ぶみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、音が変わったよね、音が変わったよね。この音楽知ってる？知らないでしょ。これシェイク2ね。あとね、おそらくシェイク2じゃないっていう人が出始めてると思うんですけど、そもそもシェイク2はシェイクじゃないからね。これ意味わかる人多分少ないと思うんですけど、もともとシェイクっていうのはもう1ゲーム連マシンなんですよ。711枚、初代シェイクっていうのは711枚のビッグが1ゲーム連する台として名を馳せたと。でその名を馳せたおかげで吉宗ができたんですよね。おいでなんだっけ、だからシェイク2がシェイクじゃないからね。もうよくわかんないこと言ってんだけど。でそもそもね、台との台っていうのは基本斬新なことが売りなんで、俺なんで青7狙ったんだろう。まあええわ、狙ったれ。スイカですね、スイカ、3枚払い出しあります。なんだろう、これどういう払い出しだろう。さあちょっと弱めのAre you ready? あ、またベル引いちゃうんだ俺。64%。頭おかしくなるよこれ。本当にもう。とにかく音でやってやれみたいなね。あるよね。当たってた。今だいたい280ぐらい、あ、342で、あ、違う、280ぐらいでしたね。スペシャルトラックは30ゲーム固定と。うわー、一個も乗りませんでした。はい、はい、いう感じでございます。さあ、いう感じですね。シェイク3のポイントをおさらいしてきましたけれども、おおむねまあ前向きにはしっかりと、あとお店選びですね、スペースステージ宇宙に行く台を使ってくれる、そんなお店に足を運んでですね、もう本当に音でいい意味で、いい意味でやられる台ですんで、いい感じで年末年始を過ごしていただけたらなと思います。はい、いう感じで3本立てでお送りしました、しんのすけの新打ちシェイク3編ということで、この辺でお開きでございますけど、今度打つときはいよいよホール次戦をお届けしますんでね、楽しみにしてください。ありがとうございました。お疲れ様でした。